脅威のゲーミングスマホがやってきた。ゲームそんなにしないのに。電子レンジマンの動画。川バンナ、投稿者の傀儡のズンダモンなのだ。鉄十字キラー、四国ベタンでさ、何やらスマホを買ってしまったようだけども、先日購入したギャラクシー S24 ウルトラが初期不良品ということで手元からしばらく去ることになったのだ。この絶望を乗り越えるべく、前から気になっていたスマホを買って遊ぶことにしたのだ。と言ってるけど、結局注文から1週間経ってこの動画作ってる段階でもギャラクシー S24 ウルトラは手元にあるわけだが、想定ではこいつが届いた翌日には手元を一旦去ると思ってたんだけどね。というわけでね、今回は伝説のゲーミングスマホレッドマジック9 Pro を買ってみたのだ。ゲーム全然しないのにゲーミングスマホを買う狂気。まあ厳密にはゲーム自体を一切やらないわけではなくて、スマホでゲームをすることが少ないって感じだけども、ゲーミングスマホではあるけど本体デザインとか性能、機能など魅力は多い機種なので、ゲームをそんなにしないスマホファンとしての感想をまとめるのだ。今回はジャンパラで 512GB の透明モデルを 114,680円足す送料770円で購入したわね。会員向けの300円クーポンを使ってるので本来の価格は 114,980円なのだ。金額どうしよう。頑張って稼ぐか、これから不用品を売って確保してくれ。では開封していくのだ。電子レンジマンの動画。ダンボールが届いたので開封していくのだ。なんかかなり厳重な梱包で届いてるわね。プチプチにくるまれて外箱が登場。なんか銀色の箱になってるんだね。黒とか白が多いから珍しい気がするのだ。割と箱は傷つきやすそうなのだ。というかもうちょっとへこみとかあるね。まあ箱はあくまで箱だし、とりあえず何でもいいけども。お、中もかっこよいわ。ゲーミング系おなじみの虹色。虹色定期便。取り出していくのだ。これの中には何が入っているんだろうか。なんかクリーナーとケースが入ってるみたいなのだ。なんでクリーナー。新品だと保護フィルムは貼り付け済みで売ってたみたいだけど、前の所有者が貼り替えた時に使ったやつがそのまま入ってたのかしら。ケースの状態も見てみるか。うわ、すっげーボロい。これ発売されて3ヶ月くらいしか経ってないから前の所有者もほとんど使ってないと思うのだけども、2ヶ月程度でだいぶ使い込まれたのかしらね。その他の付属品も見てみましょうか。これはモラちゃんとカユノの髪なのだ。あんたが好きそうな武装してる美少女。武装神器とかフレームアームズガールとかね。赤い USB ケーブルもついてるのだ。そういえばレッドマジック9 Pro はなんか 80W 充電に対応してるらしいよ。この付属の充電器一式を使えばいいのかしらね。できれば他社製品でも急速充電できると助かるのだ。というわけで本体の登場なのだ。驚異的な四角さ。ギャラクシー S24 ウルトラ以上じゃない。ギャラクシー S24 ウルトラは厚み 8.6 ミリでこっちは 8.9 ミリなので余計に角張り感は強調されてるかも。下部に USB タイプ C 端子と SIM スロット、スピーカーもあるのだ。そして左の側面には、公式サイトを見るにこれが冷却機構みたい。右の側面には冷却機構と音量と電源と、あと何この赤いのは。このスイッチは後で紹介するのだ。あと右の側面には2つのショルダートリガーも搭載。この端にあるやつか。本体上部にはイヤホンジャックとスピーカー穴があるわね。スピーカー音質はちょっとイマイチなので、音質重視ならイヤホンを使うのがおすすめなのだ。見よ、この平らなカメラを。そしてスナップドラゴンのロゴみたいなやつ。まさかの透明ボディなのだ。真ん中の基板とかが丸見えなわけではないけど、かなりかっこよいんじゃないかしら。レッドマジックのロゴもあるわね。シムピンはこういう感じなのだ。付属ケースは背面しか覆われていない仕様なのだ。サイズや重量は最低限しか増えないけど、側面を全くガードできないのはなかなか辛いものがあるわね。万全な状態で使いたければ Amazon とかで別のケースを買った方が良いと思うのだ。ただし純正ケースは側面がガラ空きな結果、隠しボタンにアクセスはしやすいかと。家では付属ケース、外では頑丈なやつみたいに使い分けるのも良いかもしれないわね。ところで保護フィルムは PDA 工房のを買ってみたのだ。パーフェクトシールドプラスね、反射防止の。 Amazon で通常998円。画面内指紋認証対応でサラサラした触り心地とのこと。弱点としてはね、レッドマジック9 Pro ってインカメラが画面内に埋め込まれてるんだけど、その保護フィルム、インカメラ部分がガラ空きなのだ。結局目立っちゃってるというね。だけどサラサラ感や反射の防止力は見事なものだね。しかしながらサイズが横幅あと 1mm くらい足りてない気がするのだ。かなり切ったり貼ったんだけども、ほんのちょっとだけ覆いきれなかったわよね。ここは改善に期待。アップデートされるかはわからないけど、画面表示は先日の純プロクリアとかと比べるとちょっとぼやっと感が強いかな。でもあんまり指紋とかつかないので総合的にはこっちの方が満足度高いかも。
そんなわけで概要欄に商品リンクは載せておくのだ。あとケースも見てみましょうか。 Amazon で780円だった名前読めないメーカーの TPU 保護ケースね。精度がどんなもんなのだろうか。とりあえず側面がしっかり守れることに期待なのだ。スーパードッキングオン。マウス着難易度は普通ってところかしらね。いかにも高くないカバーって感じではあるのだ。とはいえボタン類のくり抜きの精度とか手触りには問題ない感じだね。カメラは飛び出してないのでケースをつければその厚みでレンズが守られるのだ。充電端子とかの部分もぴったり開いてるわ。隠しスイッチとかの部分もしっかりガード、赤いスイッチの右ミックの都合で開いてるのだ。なるほど、これで800円切ってるなら全然文句ない気がするわ。できるだけ安くレッドマジック9プロをガードしたいなら検討してみてくれ。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますかね。なお画面側は少し縁の部分が高くなっているのだ。保護フィルムが画面に合うサイズならこのケースとの干渉はなさそうね。というわけでレッドマジック9プロ、ケースに某ベルトを装着して使ってみているのだ。重さが 229g で画面サイズ 6.8 インチの持ちスマホだから、できれば某ベルトあたりは使った方が良いわね。最初の数日間はなしで使ってたんだけど、正直持ちづらかったのだ。あとこいつ防水には非対応みたいなので、水濡れには注意しながら使いたいところなのだ。NFC は搭載してるけど、フェリカのいわゆるお財布携帯には非対応な点にも注意ね。お財布防水なしについては、性能に対する価格設定を考えるとまあ仕方ないのだ。必要なら、Galaxy S24 Ultra を買いましょう。電子レンジマンの動画。今回はスナップドラゴン8 Gen 3搭載、メモリ 16GB、ストレージ 512GB モデルを買ったのだ。メモリが 16GB も積まれてるスマホ、初めて買ったかもしれないわ。メモリ 12GB、ストレージ 256GB の買いモデルもあるけど、透明カラーは上位モデルのみに存在。まあ、買いモデルもこれはこれで格好良いデザインね。そしてアンツツベンチマークテストの結果は2135770点だったのだ。圧倒的すぎる。そして Galaxy S24 Ultra の結果が1956785点なのだ。ちなみにレッドマジックはファンをオンにして最高性能を出した状態での結果だね。こうしてみるとゲーミングに特化してるわけでもない Galaxy S24 Ultra もなかなかすごいわ。本体価格が5万円くらい違うことを考えると、その上で数値が上回っているレッドマジックかなりすごいけども、ゲーミングスマホとしての意地を見せてくれたわね。特に GPU やメモリの数値が高い。原神を最高画質にしてみたんだけど、さすがにデバイス負荷はこいつであってもマックスになるみたい。レッドマジックでダメなら最高画質で負荷がマックスにならないスマホって存在するのか怪しいわね。まあ負荷がマックスでも最終的に快適に遊べれば問題ないでしょう。原神をプレイしてみてどうだった？スマホでここまでいろいろ細かく表示できるんだという感動がありつつ、動作も全くストレスがない感じだね。いや、全くってほどでもないかな。たまにちょっと動き怪しい時はあるかも。まあでも遊んでて困ることはなさそうかしら。ゲームをするにあたってはショルダートリガーというのがありまして、この両端のセンサーに任意の操作とかを割り当てられたりもするみたい。あんたは使う機会なさそうだけど、遊ぶゲームによっては便利かもしれないわね。そしてプリポネも遊んでみたんだけど、これは結構な感動があったかもしれないね。プリポネは毎日遊んでるゲームだからプレイ時の体感についてレビューしやすいわね。おそらく僕が今まで使ってきたアンドロイドスマホの中では一番プリポネの動作が良かったのだ。プリポネってハイエンドでも割と機種によっては動きがガタついたりするんだけど、レッドマジックは画面の切り替えとかボタン操作時に常時サクサクなんだよね。おそらくアンドロイドスマホだと最上級、これに並ぶか若干下になるのが Galaxy S24 Ultra かな。ただしスピーカー音質については Galaxy S24 Ultra の方がプリポネプレイ中は圧倒的に高音質に感じられたわね。レッドマジック9 Pro のスピーカー音質は悪いってほどではないんだけど、 Xperia や Galaxy、iPhone といった機種と比べるとかさついた音だね。音まで含めて完璧な状態で楽しみたいなら有線イヤホンを使うか、 Galaxy S24 Ultra を選ぶのが良さそうかな。 ROG、フォンとか、ブラックシャークみたいなのはスピーカー音質ってどうなのかしらね。ちなみにレッドマジックは裏面にファンもあったりして、めっちゃ冷却もしてくれるのだ。ハイエンドアンドロイドでありがちな熱でダウンするリスクを抑えられそうなのは良いわね。指紋認証は画面内センサーで行うやつで、それなりに正確なのだ。消灯時でもセンサーの位置に指が当たれば認証されるっぽいね。ちょっと位置をつかみづらい印象はあるけども、画面リフレッシュレートは最大 120Hz で非常に滑らかにスクロールされるわね。これに不満が出る人はいないと思うのだ。画面の表示も綺麗。インカメラは画面の下に内蔵、よほど近づいて表示しない限りは表示の違和感はないかと。ギャラクシーとかのこのタイプの機種より自然に埋め込まれてる印象なのだ。ちなみにゲームをする際は横の赤いスイッチを入れることで、なんかゲーム専用モードみたいなのに切り替えられるのよね。めっちゃかっこよい。
今からゲームするぞという気分を味わえるのだ。グラフィック性能とか諸々の設定もできるのだ。遊ぶ前にここで設定をいじればより快適に遊べる感じかしらね。そういう感じみたいだね。あともらちゃんとやらもここで設定できるのだ。ネットマジックのマスコットキャラクター的なやつなのかしらね。タッチしたりすると喋るけど、バリバリの流暢な英語で話してくれるよ。ホーム画面に座らせることもできるのは面白くはあるわね。ちなみにクイック設定パネルはこんな感じで、最新アンドロイドと古いのの中間みたいなイメージだね。 Wi-Fi はタップ1回でオフにできるのだ。それはありがたい。電子レンジマンの動画、最後にカメラ性能をちょっと見ておきましょうか。アウトカメラはトリプルレンズで出っ張ってないのが特徴。広角と超広角の5000万画素に加えてマクロレンズとのこと。光学式手ブレ補正が使えるみたいだから撮影ミスは抑えられそうね。でもカメラはおまけなんじゃない？あんまり期待しない方が良さそうに思えるのだが。そう思いつつ撮ってみたのだ。なるほど、そこそこといったところか。アクオス系のスマホとかに近い色合いな気がする。ズームは一応最大10倍対応なんだけど、まあそれなりだね。ここはまあ極端に悪いってことはなさそうかしらね。室内のラーメンの写真なんかはなかなか綺麗に撮れてると思うのだ。天気が良い日の屋外での写真なんかも結構良い気がするわ。割としっかり細かく描写してくれている印象なのだ。花火屋はこんな感じ。細かい部分はちょっとごちゃっとしてる印象だけど、雰囲気は良い感じに出せている気がするわ。夜景だとこんな感じだね。拡大してみなければ思ったより悪くない気はするわね。とりあえず応援性能とかにやたらこだわるのでなければ、割とこのカメラでも満足はできそうな気がするわ。もっとボロクソだと勝手に思っていたので申し訳ない気分にはなったのだ。ハイエンドスマホに積んでいてほしい。最低ラインには普通に達しているように思うわ。結構ボケら強い。とりあえず今回はこんな感じかね。カメラについては今後他の機種との比較とかもやってみようと思っているのだ。そんなわけでレッドマジック9プロだったのだ。とにかく大画面で高性能ということで、ゲーマーはもちろんその他の用途を快適にこなしたい人にも良さそうではあったわ。注意点はこんな感じかしら。分かった上で買う分には問題ないデメリットが多いかな。レッドマジックに足りない部分を全部載せたのがギャラクシー S24 ウルトラって感じだね。その分向こうは19万円くらいからの価格設定なので、コスパ重視ならレッドマジックの方が良いかも。とりあえず初めてのゲーミングスマホということで、いろいろと新鮮で面白かったのだ。ゲーム向けの機能が充実してるスマホ自体はハイエンドだといろいろあるけど、ファンとかまでついてるのは珍しいからね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案とか、動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。ブログや SNS 等もあるので、興味ある人は概要欄からチェックしてね。というわけで、今回はここまでなのだ。また見てくれよな。